はい、インターネットすごくですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今の政治に何がこう足りないのか、一言で言って。まあ、いっぱいあると思いますけど、一言でっていうことだと、はい、やっぱり希望なのかな。希望は、将来の希望というか、若い人だったら将来の希望だし、それは高齢者の人もそうですけど、みんなやっぱり息苦しさを抱えている中で、それをちゃんと政治が解決策を提示できてないっていう、そこの問題じゃないですかね。まあ、あえてね、その、やっぱ本当にみんな今幸せなんだろうかっていう、やっぱ分かりやすい言葉でやっぱり政治を伝えていかないと、とりわけやっぱり若い人には響かない、届かないんで、そこを意識的にやるべきだなと最近ずっと思ってます。今日来てらっしゃるね、年代層もかなり高いですよ。なあ、まあね。いや、だから政治的に意識が高い人は言えば分かってくれるんだけど、必ずしもそうじゃない人の方がまあ多いので、まあ、そういう人たちに届く言葉ですよね。それが重要かなと。原発の排水、その件についてはどうお考えでしょうか。いや、さっきも出てましたけど、やっぱり政府が約束を守ってないっていうことが、これは最大の問題で、あと、まあ、その汚染水というのか、まあ、その処理水というのか、まあ、言葉狩りみたいなことは僕はやめた方がいいと思うんだけれども、ただ一つだけ言えることは、本当の情報を国は提示しているのかと。だからそのトリチウムは安全だ安全だっていう、そこのその一言でもって片付けているけれども、やっぱりいろんな研究もあるみたいですし、少なくともトリチウム以外の核種も相当程度残っていることは事実だから、そういうことも言わない。それをまたそのろ過してね、でやるから安全なんだ、その常にそのモニタリングするから安全なんだって言ってるけど、総量としては膨大な放射能を排出するわけだから、そうです。しかもそれが30年で終わるかどうかも分かんないっていう。終わらない、うん、だからこれまでやっぱり国と東電に対してやっぱり国民が不信感を持っているっていうことが根底にあるんじゃないですかね。今後杉尾さんとして何かこう夢、国に対するこう夢は何でしょうか。国に対する夢、いや、まあとにかく今の自分の与えられた職責を最大限どうやって全うできるかということと、やっぱり僕はとにかく心情として何としても政権交代を成し遂げたいというふうに言ってるんで、まあ、そこに向けて諦めずにやる、絶対に曲げずにやる、まあ、そこですね、ブレずないっていう、まあ、それを貫徹したいと思ってます。ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは、どうも、長野インターネット所属と申します。はい、自己紹介をお願いします。信州市民連合、中心市民連合の共同代表をしております松本です。まあ、美術評論を専門にしております。あ、そうですか。はい、今日、まあ、司会をされたんですけれども、はい、まあ、市民連合っていうのはなんか松本、長野県でも他県でもこう珍しい組織だというふうにお聞きしたんですけれども、このできる背景っていうのはどんなところがあったんでしょうか。それは2015年で安保法制の問題で、松本 の有志たちが集まって、これは市民連合を作りましょうよということで、まあ、立ち上がったんですね。でその時に、やっぱり統一参議院選挙を1人区になりましたので、統一候補にしなければどうにもならないだろうということで、たまたまその時に民進党から杉尾さんが立候補するということになったので、だったらその杉尾さんと協定結んで一緒にやりましょうということで、それが出発点だったんですね。いろんな議員さんを交えて、まあ、協定の、まあ、すり合わせされたと思うんですけども、はいはいはい、どんなふうにこうやっていけばいいというか、違いというかあるんでしょうか。もちろんその政党が変わってきてますし、民進党から今は立憲民主党になってますけれども、基本的に長野県はその歴史があるので、市民と野党とも共産党も社民党も含めて一緒にやっていこうという歴史があるので、それを大切にするというのでは皆さん合意ができているんですね。ですから市民連合の人と野党の代表の人たちとのテーブルというか、一緒に話し合う場はありますので、
今後も継続して野党と市民の一本化の候補を作っていけるだろうと期待しております。まずはやっぱり野党が一本化できるんだと、そして共通の政策、こういうビジョンで一緒になって戦うんだということを明らかに多くの人たちに知ってもらうことだと思います。共通のビジョンというのはなかなか、はい、難しいと思うんですけど、でも今日少なくとも、はい、政策協定案に関して提出して、はい、皆さんそれ今日の壇上にいらした方たちはほぼ問題はないというふうにおっしゃってますので、いけるだろうと思います。なるほど、はい。最後に松本さんとしては今後なんか夢はどんな夢があるんでしょうか。日本が翼賛体制戦前のような形にならずに、はい、民主主義がきちっと位置づけられるような個人を大切にする国になっててほしいなと思ってます。ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、ありがとうございました。今日はお疲れのところありがとうございました、うん、今日は皆さんと一緒にこれ話をしていく上で皆さんからも後でご意見いただけたらと思っておりますけれども、この政策協定書というのもちょっと読ませていただきたいと思います。政策協定書案と一応入れておいてください。信州市民連合と立憲民主党長野県総支部連合会は第50回衆議院選挙 総選挙にあたり下記の政策について合意し協定書を取り交わします。また立憲民主党長野県総支部連合会は信州市民連合が掲げる総選挙に向けた基本政策を尊重します。でここの部分はそれぞれの政党がの名前が入ります。各選挙区において立憲野党の候補者一本化を目指し市民と野党の共闘を実現し候補者の当選を期します。でこういう一つのこう、約束事を持って、一応これ本当はもうちょっと信州市民連合は細かな、基本政策の案を作っていますけれども、まずその大きな枠としてはこの5つを挙げています。松沢さんが中心に提案していただいたものですけれども、それもちょっと読ませていただきます。1、若者も現役世代も高齢者も大事にされ将来に不安を感じることのない社会を作ります。そのため最低賃金や年金額の引き上げを図り子育て費用や教育費の無償化、時限的な消費税の減税措置等で働く人たちの負担を軽減します。2、すべての人が個人として尊重され、多様な生き方と価値観が共存できる社会を作ります。そのため、あらゆる面での男女差別をなくします。LGBTQ や移民労働者等のマイノリティが生きやすい社会を作ります。3、食とエネルギーの供給体制を抜本的に改め両者の地産地消を推進します。そのために大胆な文献改革を進めます。また環境に配慮したエネルギーと食料の自給率を高めます。4、自民一強支配体制の下で歪められた立憲主義を回復し法の支配に基づく透明で民主的な政治を目指します。そのため安保法制の違憲部分を是正し自衛隊明記や非常事態条項の新設のための改憲をやめさせます。5、アジアでの、軍事的緊張を高める軍拡路線ではなく専守防衛に徹した平和外交による真の安全保障を実現します。敵基地攻撃能力は保有せず東アジア有事の際は中立を保ちます、というような政策協定書、これを各政党と、結んで署名をしていく。でこれを我々のビジョンにしたいというふうに考えています。でさっき の水曜さんの、国会の状況の報告を聞いてますと、4の部分も向こうの部分も全く、ぴったり重なってるなというふうに、思うんですけれども、
まず最初に、皆さんからこの政策協定書についての考え方を簡単に、お話しいただければありがたいと思います。どうしましょうか。武田さんから順番にこういきましょうか。はい、はい、じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。政策協定書に対する考え方ということであります。5つの点が挙げられていますけれども、どれも大変重要な点だなと思って読ませていただきました。先ほど来スローガンだけじゃなくてビジョンを示すという話がありました。でこの5つの点っていうのはただ大事だっていうだけじゃなくて、今の自民党政治根本は何が問題なのかっていう部分をついているから重要であるし、ここに書いてある文言そのものは短いけれども、これを乗り越えたらどういう社会になるのかと、根本ついてるからこそ想像したらワクワクするような、そういう項目が並んでいるというふうに思います。すいません、私の声が大きくて反響してるから地声がでかくてですね杉尾さんにもよく本会議場で声がでかいって言われていたんですけど例えばですね、ちょっと順番はあれですけれども、4つ目のところっていうのはもうこれは先ほども松本さんからお話があったように、この市民と野党の共闘の出発点であるわけですよね。自民党は時の政権を縛るべきものである憲法をもう守りませんって自分で言ったんだから、そんな政権倒さなきゃいけないっていうのは当たり前の話であります。それから5番目のところ、この外交の分野ですけれども、やはり日本共産党の言い方すればね、今の政治がこんなアメリカ言いなりでいいのか、ここを問わなきゃいけないと思ってるんです。ですからこの敵基地攻撃能力の保有、こんなことではダメですね。逆に救助を生かした平和外交こそっていうことを訴えたい。それから一番上行って1つ目、これも経済の問題なんですよ。消費税の時限的な減税措置、いいじゃないですか。私たちはそもそもなくしたいって思ってるけれども、共通政策作っていくっていう時に、とりあえず何パーセントにとか時限的にとか条件つくことはあるでしょうが、消費税減税していくっていうのはやっぱり国民の願いに合致します。インボイスストップも大事です。でもこれだけ価格高騰あらゆる分野でしてる時に消費税減税するっていうのが一番効果あるっていうのは誰の目にも明らかではないかというふうに思います。2番目の人権の問題っていうのも、これは今の、社会になって本当に若い方もそうですけれども、人権感覚って本当に広がりました。それだけに先ほど話があった LGBTQ の問題、あるいは入管の問題、大問題になってるわけですから、これに後ろ向きな社会ではダメ。最後、食の問題だとかエネルギーの問題っていうのもありますが、まさに地球が沸騰してるって言われるような状況ですよね。これ政治の課題なんだっていうことをちゃんと正面に据えなければ、私たちがこれから暮らしていく地球社会の環境どうなるのかっていう問題に責任を負えないわけですから、これもやはり重要な課題だというふうに思っています。ここに挙げていただいた5つ、そういう根本ついてるからこそ将来への夢が湧くような、そういう内容になってるんじゃないかなというふうに思っております。実現のために頑張りたい項目ばかりだというふうに思っております。はい、ありがとうございました。はい、お願いします。はい、ちょっとさっきお話を少ししましたんで、それで実はこの政策協定書の話の舞台に私おりませんでしたので、今初めて今日はい読ませていただきましたが、パーッと見てですね、ちょっと先ほど私最後の方に申し上げたことにも通じるんですけれども、1は生活ですよね、2は人権ですよ、3は環境エネルギーですよ、4は憲法および立憲政治です。5は外交安保。こういう内容で僕もいいんじゃないかなというふうに直感的に思いました。それでさっきマイナンバーでも言ったし、その LGBTQ のところでも言ったんですけれども、結局今の政治っていうのは公益とか公の秩序とかそれを優先して、国民は我慢しろよという、そういう政治ですよね。
先ほどガソリン税というかガソリン価格の話もありましたけれども、まあ少し施しをするから、まあ、それでお前たち我慢しろってこういう生活、国民一人一人の生活に向いてないし、で目がですね一人一人の人権に向いてないんですよね。最近枝野さんが憲法13条25条をですねもっと前面に出した方がいいんじゃないかみたいなことを言い始めているんですけど、私も全くそれに同感で、まあ、9条も非常に重要ですけれども、やっぱり個人の尊厳とか個人の人権というのがやっぱり最大限に尊重されるし、そういう社会にしていかなきゃいけないんだというのをやっぱり僕らはまず大きなその旗として掲げたいんですよね。その意味ではやっぱり1番とか2番とか、それから環境問題、特にこういう沸騰社会になるとグテーレス事務総長じゃないです、ないですけれども、沸騰社会になるとこれも結構有権者には響くでしょうし、どれもやっぱり一人一人に身近なテーマなので、自民党の憲法改正草案を読めばよくわかりますけど、あそこにも出てくるのは結局公益とか公の秩序にですね国民を従わさせようということなので、我々はそうじゃなくて全ての人で、しかもさまざまなハンディキャップを抱えている人も含めてですね、少数者も含めて、それは性的な意味もそうですけれども、あらゆる人がもっと幸せになろうよと、もっと幸せになって当たり前なんじゃない、だけど今の日本の社会って全ての人が全然幸せじゃない、一部の人のための政治なんじゃないのっていうことを、我々この市民と野党の共闘の中でも平たい言葉で言えばですね、こう前面に押し出すっていうのはとても重要かなと。で長くなりますのでこれでやめますけれど、あとまああんまり書きすぎるのもなんですが、私はやっぱり政治の今一番大きなテーマはやっぱり人口減少少子化と、それからやっぱり地方の衰退なんで、まあ、そこの部分について何か触れても僕は全然いいと思うし、あとはやっぱり教育というのは国の根幹なんで、まあ、それについても触れていいと思うんですけど、いずれにしてもこれだったらこう市民と野党の共闘に俺たちもついていくぞと思わせるような、やっぱりそういう書きぶり、そういう項目の立て方、そういう内容、政策内容、これがいいんじゃないかなと思って、これはこれでこの協定書は非常によくできているんじゃないかと思います。さらに付け足すとすれば自分の考えはそんな感じです。以上です。ありがとうございます。人口減少と地方、はい、地方、まあ同じです、はい、はい、じゃあ中川さんお願いします。先般8月の18日にもですね申し上げましたけれども、一つは例えばこの市民連合とそして、各野党の中で議論をすれば、まあ、もうちょっとやはり豊富化できるものはあるんじゃないかなと思ってます。で今杉尾さんから提起がされた人口減少や地方の衰退、教育も私は本当に大事なテーマだと思いますし、それから、選択的夫婦別姓の話もさっき国会国政報告の中で言われていて、合意ができるならばやっぱり入れるということが、あらゆる面での男女差別をなくしますっていうことだけだとやっぱり抽象的かなっていうので、まあ、そういうことも入れられるなら入れた方がいいなと思います。それから3番のこの食素エネルギーのことは、まあ、前回も申し上げましたけれども、まあ、文章をもうちょっと整理した方がいいかなと思いますが、できれば原発に依存せずというのは僕はやっぱり入れた方がいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、表現はね、またこれから伝わる言葉というものにやっぱりブラッシュアップしていかなきゃいけないなと、まあそれはそれぞれのこう喋る人たちがですね、市民の皆さんに訴えかけていく言葉にこう、なっていくんだろうなというふうに思います。でやはり野党が、野党プラス野党では選挙は勝てるわけじゃないんですよね。この長野県の一番いいのはやっぱり市民連合との共闘というところに焦点があるんですよね。他の県に行くと
立憲 野党共闘っていうことになるんですよね。だけど野党共闘は1プラス1プラス1は3にしかならないんですよ。だけれどもそこが市民連合と一緒になることによって1プラス1プラス1が5になり6になり、自民党を圧倒する数字に変わっていくんですよね。なので今日の、まあ、政党側からも問題提起はしますけれども、ぜひ市民の皆さんとですね意見を交換しながらより良い政策協定になっていけばいいなと思ってます。以上です。ありがとうございます。じゃあ八木さんお願いします。ありがとうございます。これ見させていただいてですね、最初 の感想はバランスよくとてもよくできているので、本当関係者の皆さんありがとうございましたというのが最初に読んだ時の感想です。でそれプラスアルファですね、もし可能であればというふうにちょっと私が思ったのは、大体こういった政策協定ってこうちょうどこの大きさでいくと真ん中ぐらいのこういうちょっと抽象的なちょっと具体的なところで取っていくというのが普通なので、これ自体はとてもよくできているなというふうに思うんですけれども、もし可能であればなんかもうちょっとこのまず一つ大きな方で、先ほど杉尾さん言いましたけれども、結局今はもう本当に国体を守るための政治なのか国民一人一人の政治なのかという部分がやっぱり違ってたりですとか、立憲民主が伸びた時にも人から人への投資ですか、なんでしょうか、その親も公共事業をするの結局人へ投資してみましょうみたいな話があったんですけども、なんかこうちょっとしたこう大きいキャッチフレーズがいいのかわからないんですけれども、なんかこの要は5つを総合するとどういうことを言ってるのかという、なんかちょっとこう全文の4、5行でもいいのかと思いますけれども、なんかちょっとあると逆にこう抽象度が上がって分かりやすいなというのと、それともう一つは今度下の方でいくと、さっき中澤さんもおっしゃいましたけれども、やっぱ若い人にもっと具体的なこととかやっぱ言ってほしいという部分もあると思うんですよね。なのでこの協定書は協定書でよくできているからいいと思うんですけれども、やっぱなんかこう具体的な部分で、若い人だったらオーガニックの問題にとても関心を持ってたりですとか、そういうオーガニック給食の問題とか、あるいは給食の無償化とか、若い人の人が行くと奨学金の問題があったりとかいうので、なんかこう小さいところで、この協定書のなんかこうちょっと別付録がいいのかはちょっと分からないんですけども、実際問題ね、3党で国のレベルで合意されてて一緒にやってることってたくさんあると思うんですよ。なのでやっぱここでうまくいけば具体的にこういうことが実現できるんだよみたいな、なんかこうもうちょっとこう細かくて分かりやすいというか、そういうものがなんかどういうふうに表現したらいいか分からないんですけれども、もし可能であればですけれども、これ時点でも本当100点だと思うので、だと思うんですけれども、なんかそういうふうなこう若い人の関心事とかが言葉として入ったら嬉しいなと思いました。以上です。はい、ありがとうございました。実はこの具体的化っていうか、信州市民連合基本政策案というのが、実は準備しておりまして、今日本当は、プリントアウトしてもよかったんですけれども、もうちょっと細かくそれぞれの、1から5までの間の具体的な形を案を作っております、改めてまた皆さんにも、展示して見てもらいたいと思いますけれども、いずれにしても、政策協定書の場合に簡単にまずしなくちゃいけないと。できる限り産業に収めようとか、いろんなことがあって、こういう形になっているんですけれども、で今ここの中身について、深く議論してても、これ大切なことなんですが、皆さんからも意見を今日伺いたいと思ってますが、重要なポイントは今の話の中では、市民と野党、市民連合と、今日壇上にいらっしゃる野党の皆さんとだったら一致できそうな感じがするんですけれども、特に問題になるのは何かというと、杉尾さんの発言は全く僕はもう同感で、その通りだと思うんですが、立憲民主党の中にはいろんな人たちがいらっしゃる。でこれで本当に泉代表も含めて、通るんだろうかというあたりをちょっと実際のその立憲民主党の中での難しさみたいなのもあるのかかもしれないと思うんですが、長野県連は僕はなんとなく信頼をしたいと思ってますが、実情のところどうなんだろうか、これでいけるんだろうかっていうあたりをちょっとお聞かせいただけますでしょうか。
まあそうですね、ちょっと泉さんが皆さんこういろんな見方をされているので、ちょっとまあそこの部分の危惧は確かに私自身もあるんですけれども、まあ、ちょっとだけど一部若干引っかかるかもしれないけど、おおむねここで書かれていることで党の、その代表なり幹事長からこれはけしからんということを言われることは基本的にはないんじゃないかと思うんですが、やっぱりまああるとすれば安保法制の違憲部分、まあこれ是正という言葉だしね、うん、それから東アジア有事の際は中立を保つというのはこれもまあ党として決めたわけじゃない意味でですよね。でこれローカルの政策協定なのでここまで書く必要はあるのかなというのは僕自身は若干あります。これはちょっと難しいところですけれども、ただまあ皆さんも思いがあるでしょうし、まあこのまましれっと出してですねすっと通すっていうのが一番いいんじゃないですか。心強いお言葉ありがとうございます。実はですね中央の市民連合の会議で私時々出てるんですけれども、現実的には長野県のような状況は本当に、全県的に見ると珍しいんです。で特に、西の方に行けば行くほど市民連合っていうのの力はほとんどなくて、県の代表の人たち野党立憲野党の代表たちに会うことすらなかなかできないというような状況があります。でそういう中で中央の市民連合の中でもいろんな意見が あって、でもちろん中央の政党で一致してくれるのが一番ありがたいんだと、それがないと自分たちは何もできないんだという意見もあります。それから、それがダメだった場合に、せめて県レベルでどうかという、もしそれがダメだった場合に県の段階での、市民連合と長野県なら長野県で、一致できないだろうかと。でこれは実際に前の時も、なかなか難しくて長野県では、中央に文句言われながらもやったことがありましたけれども、それが実際に、やる必要が出てくる可能性があるんじゃないかなと思います。でさらに言うと、もしそれもダメな場合、まあ、いくつか段階があるんですけど、選挙区ごと候補者との間で、こういうことを結べないだろうかということまで、まあ、一応検討はされています。で実は最初にも申し上げましたけれども、市民連合ってもともと2016年の時15年から始まった大きなうねりの中で、運動としての流れだったんですね。ですから選挙の接着剤ということではなくて、ここに書かれているような内容を本当にこうディスカッションしながら候補者と市民がなるほどこうしたらいいねということを語り合わなくちゃいけない。でそういう意味で言うと、それぞれの選挙区ごとにこれを、候補者とそれから皆さんとやる必要が出てくるんだということなんだと思うんですね。で実際そのために何が必要になってくるかというと、候補者の今、実際に、3区4区あ4区はないか、5区とか、立憲と共産党両方とも候補者を出していて、一本化できなければそれできないわけですね。そういう意味で、共産党とそれから立憲民主党それぞれ の武田さんと杉尾さんにお伺いしたいんですけれども、これ調整をするための努力というのは今どんな状況になっているのかと、進められるんだろうかということを率直にお聞きしてしたいんですね。もちろん党の立場もあると思うんですが、個人としての考え方も含めてお聞かせいただければありがたいと思うんですが、ちょっと社民党と緑の党この部分ではちょっと外れてしまうので申し訳ないんですが、武田さんの方から聞かせていただけますか。要するに候補者調整か実際に話が進んでいるのか進められる状況があるのか。そうです、はい、はい、調整がされているから、はい、はい、
今ちょっと松本さんからお話があって、まあ、大きく言えば中央を待たずに長野県の単位 でさらには選挙区の単位、まあ、それも選挙区の単位というのか候補者を中心にっていうんですかね、政策の中身を深めていく、あるいはその候補者を一本化していくっていう方向性を見出せないのかということだというふうに思います。日本共産党はですね、今お話もありましたように3区4区5区については候補者を確かに発表しております。で、まあ先ほど来の話出てますけれども、そういう対応を取ってきたのは立憲民主党の泉代表が候補者調整しないと当初発言をされ、でその後候補者調整はあったにしても選挙協力はしないんだという意思を示されるっていうことが続いているからなんですよね。でこれ意思がないと言われてしまいますと、なかなか私たちの方も手の打ちようがないというか難しいところがあります。私たちとしては冒頭申し上げたように共闘したい、再構築したい、こちらから話し合いを拒否するなんていうつもりはございません。ですので今候補者の一本化っていう意味で言うとですね、例えば、そういう野党間での、協議が、まあ、立憲の泉代表の発言が変化がないとかいう状況の下で、解散になるとかですね、そういうことになってくれば私たちもその野党共闘を再構築したいというふうに思ってますので、候補者を下ろしていくっていうことも当然あろうかというふうに思っています。けれども現段階ではまだその解散がどうなるかって、先ほどの杉尾さんの話もありましたが、この要請書もそうですけれども、中央段階でね、泉代表も若干だけれどもトーン変えましたけれども、中央段階で私たちは協議しようと呼びかけているので、意思を変えてですね、選挙協力しますと、野党共闘で勝利を目指しますという協議を始めてくれっていう声を現場の皆さんからどん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 声を上げていただくのが大事だというふうに思います。で現場でその政策も含めてね、話し合いがされているのかっていう意味で言いますと、私ちょっと必ずしも各3区から5区の状況を直接入って見ているわけではないので、その肌感覚っていう部分では申し訳ございません、ありませんけれども、私たちは中央の結果ただただ見てるんじゃなくて、そういう野党共闘を再構築するためにも、やはり先ほど来お話がある松本さんがお話しされたような運動がすごく大事だと思ってます。やっぱりこの大軍拡の下でこんなこと許していいのか、これだけ暮らしが大変になっている時に消費税の減税必要じゃないかとかね、そういう運動をどん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 起こしていくっていう中で、野党は共闘っていう声が2015年に上がったように、もう一回ね力結集して頑張んなきゃいけない、そういうものを作れるように現場での話し合いをどんどん進めるべきだというふうに思っていますので、今日のこの国政を語る会そのものもそういうものだというふうに思っているということです。お答えになっているでしょうか。お答えでよろしいでしょうか。ありがとうございます。杉尾さんお願いします。はい、今県内での調整について私は下条県連代表がやっているので、そこの内部的なことはよくわからないんですけれども、ただまあ我々としてのまあ一致した認識なんですが、今ちょっと武田さんがおっしゃったその泉代表発言なんですが、僕はあれちょっと聞いた時にこれはまずいと、すぐ泉代表直接じゃないんですけれども間接的にまあ極めて影響力の強い人を通じてちょっと表現を変えてくれないかということで言いました。でそれからちょっと変わったというふうに言いましたけど、いきなり軌道修正するとまたなんかブレードみたいにまた言われるんで、徐々に軌道修正しているさなかだというふうに思っていただければいいんですが、一番最初にね言った趣旨は、いや基本的に野党共闘というか、まあ、選挙協議どんな言葉でもいいですけれども、最初にそこに頼むと自力でがつかなくなるんで、とにかくまず自分たちで頑張れよっていうそういう趣旨のはずだったんですけど、あれがああいう言葉になっちゃったんで表現が下手だったと、だから変えてくださいって、あくまで立憲は立憲としてやっぱり頑張るだけ頑張ると、ただ結果的にはというか、それでもやっぱり乱立してたら勝てるわけがないんで、やっぱり何らかの形で
やっぱり まとめるしかないということは泉さんも分かっているので、それは岡田幹事長もそうなので、その方向に基本的に今軌道修正中だというふうにご理解ください。で、今県の状況ですけれども、4区と5区は我々は候補を立っていません。ちょっとメディアの人がいるので、あんまりここで、ちょっとおっしゃるようなことは言えないんですけれども、4区は今のところ内部で立てる動きはですねありません。ただ連合系とかですね、それから国民民主という政党もありますし、維新が立てるかもわからない。で、具体的にそういう噂あります。人の名前も挙げてですね、国民が、国民じゃないや、維新が4区に立てそうだとかいう話もあるんで、ちょっとここはもう維新とは話ができないんで、ちょっとここについてはですね、私たちはちょっと皆さんにお約束できるような段階じゃないんですけれども、まあ、うちらのことに限って言えば、今4区を具体的に誰を投稿するような動きはありません。一方、僕はですね、やっぱりどうしてもやっぱり立てなきゃいけないと思ってまして、僕は今、具体的にもう実際に候補になりうる人に現実当たってます。で、最終的に我々としてこういう人を出したいという話になったら、各党の皆さん、それから市民連合も含めて協議をさせていただきたいなというふうに思ってます。まだ具体的にこの人でということで皆さんにお示しできないので、またそれはそれで中でですね、統一が取れた段階で、決まった段階で、また皆さんにお分かりしたいというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございました。可能な限り、立憲野党が一人の候補者を作る、この協定書の骨格を維持しながら、そういうふうにしていただきたいと思います。実際にもちろん政権取れれば一番いいわけですけれども、最低でも3分の1を確保しなければならない。それは155選挙区あるわけですから、長野県が取れなかったらまずそんなことはできないわけですね。で、何としてもそのための努力をぜひ、各立憲野党にはそれをこう肝に銘じてやっていただきたいと、心から思います。ここでフロアの皆さんからもいろんなご意見があるかと思いますので、挙手をしてここを聞きたいということを言っていただければと思います。どこのところから来ている誰かというお名前を言ってから、なるべく簡潔に、発言をしていただければと思います。それではご意見ある方、挙手をお願いいたします。じゃあ、まず女性の方。富士見町から参りました滝沢と申します。これ、政策協定書の案を、読んでとても意味があるんだなと思います。で、注文といえば3点目なんですけれど、エネルギーのところなんです。中川さんもおっしゃいましたけれど、原発を入れるっていうこと、とても大事なことだと思うので、通常よく政治の分かんない、言葉の分かんない人はエネルギーって書かれたらガソリンのことかなって思うかもしれないし、はっきりちゃんと原発のことを本当は、核不拡散条約やなんかとてもまだいい加減なことになって世界中でなっているので、そういうことも入れた方がいいと思うんですが、そこはいろんな思惑が違うところもあると思いますので、原発は世界共通だと思います。なのでぜひ原発政策法の中に具体的に、あんまこまごまじゃなくてないでいいんですけど、原発は入れてもらいたいと思います。それから自給率、食料の自給率っていうのがはっきり入りましたので安心いたしました。以上です。はい、ありがとうございました。ですね、原発の問題に関しては私たちも入れたいという気持ちはあるんですが、それを入れても立憲民主党は大丈夫でしょうか。法令の中でそういうことはちゃんと書いてありますので、ちょっと正確な文言が今ここにありますけれども、
可能な限り早く 原子力発電に原発に依存しない社会を作るという趣旨の言葉があるので、それは全然大丈夫だと、はい、だから問題は一応その、松田さんの共同代表もその辺を調べた上でやってるんですけれども、連合からの横やりが入ったりとか、いやいや、だって立憲政党の綱領に書いてあるのになんで連合がそれに文句言えるんですか。じゃあこれは次の時の案のとかに今それを入れて、作りたいと思いますが、はい、ありがとうございました。はい、他にご意見、先ほど向こうの方で手が上がってらして、八木さん、先ほど若者に受ける話ってもありましたけど、若者が心配しているのは地球温暖化、ね、本当に若い人に心配してますよ、本当に、でだけどどうしているかよく分からないんだけど、松本市長選挙は来年3月にあるじゃないですか。で、機会がね、保険証の問題で保険証を来年廃止するのやめてくださいっていうのを議会で議決して、で、反対したのは公明党と保守系の人3人で、22人が賛成した。で、立派な保険証廃止はしないでください、こういう意見書がまとまった。で、それでそれに対して市長は廃止に賛成なんですよ。それ死なの前に新聞出てましたけど、で、私は思うけど、国民のね、76% は現行保険証の存続を求めているという世論調査があります。それで、だから今の市長さんは世論にも背を向けるし、議会すら無視する、で、中央の下請けもやってるっていう、そういうふうに私は思うんです。それで、いろんな意見があるかもしれませんが、で、私は市民と野党、立憲野党の力でね、候補を出して頑張れないかって持ってるわけで、あと6ヶ月ぐらいしかないんだけど、なんとかなります、市長選挙。国政の問題じゃないんだけどね、市長選挙でやるっていうのは、私は、我々の力が試されると思うし、そこで、成果を得られれば、来たるべき、総選挙にね、力になると思うんですね。まあ、ちょっと直接ね、国政を語る会中までね、市長選挙の問題に挙げてもどうかねって。内心は思ってるんです。でもやっぱりね、そういう現実のところで一つ一つ取っていくかい、頑張るかいっていう、そういうところをどんなもんでしょうか。すいません。はい、今その問題をここで話をしてしまうと、それぞれ皆さんの意見もあるかもしれませんが、個人的には本当に自治体の、市長選あるいは県議会選挙も含めて、市民と野党の共闘ができればいいと思うんですけれども、それを皆さんここにいらっしゃる方も同じだと思いますが、ちょっと今日のこの場ではこの議論を深めるのはちょっとまた改めて考えたいと思います。その他にご意見ある方いらっしゃいますか。はい、じゃあ。すいません。政策の赤石の遠藤でございます。はい、今名前を言いましたが、フルネームで言いますか。はい。希望長野ネットの所属。はい。政策協定書の中にですね、ございますように5項目ございました。いろいろと、まあ、今コメント各政党の代表の方が言いましたけども、ほとんど OK だということですが、八木さんの方でね、先ほどおっしゃっていた若者向けのね、文言が欲しいとか政策が欲しいっていうお話でした。で、それで私もですね、一部賛同するところもございまして、まあ、大学の進学率がですね、非常に今上がってきてますね。昔と違って1割程度だったのがですね、もう50年前に言われてそれで、今は 55% もですね、4年生大学へ行きたいっていう若者がいるわけですよね。そしてなお、まあ、専門学校だとか短
大学含めれば7割近くですね、大学へ進学したいという人がいるんです。これは将来においてですね、若者は希望を持ってね、働きたいと、将来それなりのね、やっぱり自分たちの意思を遂げていきたいという希望ですからね、これを尊重すべきだと思います。それにはですね、今障害になっている問題があるんですよ。生活がね、苦しくて苦しくてね、奨学金をですね、自分たちで払っていかんじゃいけないっていうのが日本の、基本的な考え方です。日本人のね、日本の政策もそういう方向なんでしょう。だけども長野県議会は幸いですね、少しですね、今緩和してきて、それに対してやってますよね、援助しようじゃないかということで、中川先生はじめいろいろ人が研究して検討していただいている。さらに大変結構です。奨学金のですね、無償給付っていうのはね、世界のトレンドなんですよね、実は。で、日本もですね、残念ながらレベルがね、上がってるどころか下がってきてるんですよね、世界中のトレンドだからね。だからね、やっぱりね、若者たちが希望を持ってこれで働いてね、生活していくからにはね、やっぱり障害年俸が欲しいわけですよ。障害年俸良かなきゃいけないってことですからね。そうするとね、やっぱり若者たちが希望を持てる社会にしなきゃいけないんですよ。その後の奨学金の無償給付の拡大をしてほしいっていうね、声が私たちはいっぱい聞こえてきます。現実でそういう目の当たりに学生さんたちは思ってますからね。だからそういったことで、物価も高い、生活が厳しい中でどうしていくんだっていうね、大きな悩みがあるんですよ。だからそこをやっぱりスポットライト上げるべきじゃないかっていうのが私の意見で、まあ、八木さんがさっきおっしゃった通りだと思います。そこのところちょっと同意見申し上げたいと思います、市民として。はい、ありがとうございます。実はですね、信州市民連合の基本政策案というのが、まあ、今日は皆さんに提示できてないんですけども、その1番の項目の中に、まあ、6項目あるんですね。その中の3番目のところに、こういう文章を入れております。若者が夢を持てる社会を実現するため、教育費の公費負担を抜本的に拡大し、教育ローンや、貸与奨学金の返済を公的扶助の導入により大幅に縮減しますというふうに入れてまして、この信州市民連合の基本政策案というものをそれぞれの候補者が尊重するというそのサインをしていただけると非常にいいかなというふうに私たちは考えています。この次の段階でその基本政策案の細かい部分を書いたものを皆さんにご提示できるだろうと思います。はい、もう一人、じゃあ、はい、手当たり。竹内と申します。3年前に東京から移住してきました。先ほど滝沢さんの方おっしゃったように、私も原発のことは必ず入れていただきたいと思いました。2011年 の、 原発事故以降、福島の人たちが残るも避難するも本当に辛い思いをしているというのを、私は福島の子どもの扶養活動を東京でしていましたので、そのことをずっと10年12年見てきたので、原発については絶対入れていただきたいと思います。それから、松本に来て感じたことがちょっとよろしいでしょうか。選挙野党共闘があるとか、それから市民連合があるっていうことがすごく嬉しかったんです、こっちに来て。でぜひ参加したいとか、手をつながりたいとか思うんだけど、なかなかちょっと言ってもあんまり反応が薄いとか、割と皆さん恥ずかしがり屋なのかなと思うんだけど、誰っていう感じでちょっと惹かれるようなところもあり、でこれから市民連合を活発にしていくのに感じたことなんですけど、小さな集まりでも騒会でも一人の方がいらっしゃる地域でお茶飲み会をやったりでもいいと思うんですけど、知らない人が参加してくれるようなちっちゃな輪から大きな輪にしていかないと今の時期は辛いんじゃないかなと。直接会って話をして仲良くなるっていうことが大事だなっていうふうに思ったので、一言言わせていただきました。ありがとうございました。全く本当にその通りで、ただ実際の問題としてこういう市民運動、今日いらっしゃってる方見てもそうなんですけども、やっぱり年齢の高い方が多いんですね。
で実際に例えば20代30代40代の人たち、まあ、50代もそうですけれども、あの現場で仕事をしている人たちは本当に忙しい人が圧倒的に多くって、リタイアしないと、あの意識は持っていてもこういう活動になかなか参加できないというのが現状です。で我々としてもその若い人たちがこの運動の中に参加してくれればそれに越したことはないんですけれども、なかなか現実的には難しいというのが、あの今までいろんなところでそれぞれあのここの信州市民連合に集まっている人たちもいろんな団体に属している人たちが多いんですけれども、あのやっぱり高齢化しているというのが現実です。で、若い人たちの学生の中でもちろん動きは多少はあるんだろうと思いますが、それとうまく結びつけることができないというのがあの今の問題だろうというふうに思います。まあ、実際の問題で、今日ここにあのお忙しい中あの、皆さんお集まりいただいたんですけれども、若い人たちも含めて、呼びかけていかなければならないと。でなんで今回この、5項目の中で 1,2,3 で1番目に若者という言葉をつけたのも、その人たちに声をかけたいと。でこれ具体的に実際にキャッチフレーズの問題、さっきあのご提示いただいた方もいらっしゃいましたけれども、あの我々の中でもこの言葉をキャッチフレーズは作ろうということで、あのコピーライターをやってた人なんかも含めて、あの実際に選挙の時にはアピールできる言葉をもっと考えようというふうに今あの検討しております。まあ、そういう状況で、まあ、今日一日で全て解決するわけでは決してないんですけれども、こういう作業をあの繰り返していく、あるいは、もし統一候補が早く決まればその人たちのもとで、市民連合と、候補者との間でこういう形の会議を、やっていくことによって、それぞれの運動が少しずつ、まあ、広がっていければいいかなと思います。いずれにしてもあの今日参加していただいた皆さんがあの同じ意識を持って、いろんな人たちに語りかけていただければ大変ありがたいというふうに思います。まだまだあの議論足りしたいことがたくさんあるんですけれども、8時を過ぎてしまいましたので今日はここであの終わらせていただきたいと思います。どうも本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さん本当に今日はありがとうございました。先ほどの、カンパ、35,023